今日はですね、試合形式練習会が行われました。2016年の5月4日ですね、ゴールデンウィーク入っております。試合形式練習会の時にね、ちょっと、撮影のなんつうんでしょう、カメラの位置とかちょっと自分勝手に置くわけにいかないんで、ちょっとこんな感じで、ナレーションで一応説明しておこうかなと思っております。私シルエットから始まってですね、もう2発目じゃないですかこれ、初段外しちゃうんですね。最近どうもちょっと初段の8メートルがちょっと鬼門なとこもあってなんとかしたいとこですが、2発目3発目8メートル9メートルしっかり当たりましたね。で4発目のすいません、相変わらず咳込んでしまいますが、10メートル今狙ってますねこれ。お、倒れましたね。倒れた球が後ろの布に行ってるようにちょっと当たり薄かったんですけどね、なんとか倒れてくれました。とりあえずシルエットね、15点上でも下でも取れるとね、ほっとしますね。で4発目割と時間がね結構あったんですけどね、まあ多分パッと打ったと思いますね。それなりに時間かかってんのかな。4発目あじゃあねもう5発目ですね、最後の1発。なかなか、時間かけてますね。割とかけましたね。で、当たりましたね。で、スタンディング終了と。スタンディング20点取れるのがね、一番嬉しいわけなんですけど、まあ、これからプロに向かいますね。そうなんですけどね。でも、初段外しての18点っていうのもね、これなかなか、これはこれで味わい深いものがあるというか、まあ、よく粘れたなって感じでね、初段外しの18とかね、初段2発目外しちゃって15点ってね、なんていうんですかね、まだまだいけるぞと。というか、まあ、よく粘れたっていう感じでね、結構嬉しかったりしますね、逆にね。まあ、当然20点全部当てるのは嬉しいんですけど、まあ、試合形式とは言っても練習ですからね、練習時なんかもね、結構初段外してから18点のは逆に嬉しかったりっていう変な感情を持ったりしますね。で、プローンに入りまして、プローンが8、9はすんなり当たるんですよね、確か。そうですね、今。スコアシート見ながら語ってますが。この角度からでも意外とこれ、的見えるんですね、上も下も。あ、今倒れましたね、9メートル、8メートル9メートルすんなりいったんですけど、こっからね、10メートルちょっと苦戦するんですね。3発目の10メートルはね、ほんのちょっと下だったんですよ。で、まあやっぱね、一発外すとね、さっきと全く、逆になっちゃいますけど、10メートル、うわやばいなって思っちゃって、連続して多分外してると思いますね。まあ、プローンがね、ちょっとね、今、変な話ですけど、スタンディングのがちょっと今んとこ自信があるという、変な状況になってますね。これはね、意外とあるんですよ。ある程度くぐり抜けちゃうと、まあ、当然プローンのが楽になるんですけど、さあ、これで、あと、5発目ぐらいになるのかな、もうそろそろ。ね、これ、一応当たるんですけどね、かなりギリギリだったような気するんですよね。倒れ方、そうですね。ちょっとかすって倒れたような感じでしたね。ということで、シルエットはですね、33点でいきました。なかなかのスタートでしたね。続いて、ブルザイに入りますね。一旦止まります。はい、続いてね、なんとブルーサインですね。これね、ブルーサインぐらいはあれですね、着弾取っとけばよかったですね。まあとりあえず始まってしまってるんで、もうちょっと途中からになりましたけど、2発目ぐらいかな。ちょっとね、今日パーテーションがね、寄っちゃっててね、これ打つのに全然支障はなかったんですけどね。ブルザイ、初段がですね、8点、まあ、5点、ギリギリの8点打っちゃってね、あららららまたブルザイ今日やばいかなって思ったんですけど、残り3個はね、なんとか、10点に入ってもらくれまして、
まあ、でも、4発目か5発目、どっちだったかなぁ。これね、あ、今、大事さん終わりましたね。ずーっと悩んでるんですけど、APS カップのブルザイは、私は特にちょっと時間かけすぎちゃうんでね、うちの、せないんですよ。本当は一回下ろした方がいいんですけど、下でね、腕が固まっちゃう時が結構あるんですね。そんで、これ練習時だと、えいっ って持ってって、なんとか打ったりもして10点入るんですけど、試合になるとね、やっぱそうはいかないんですね。やっぱ下から上がんなくてね。で、5点打っちゃったんですね。で、第1ターンはね、43点の 2X で終わりました。7点落としちゃったかと。あれですね、シルエットですね、もう7点落としますんで、まあ、一応これでもう14点失点しちゃったなということで、まあ、なんとかね、この後全部当てて186点、まあちょっとこの時185なのかなと思って、まあ1点間違えてたんですけど、まあ180というグランドマスターの点数いきたいなっていうことでね、ちょっと第2ターゲット、もう一回気合い入れ直してね打ってるんですけど、4発目まではね、非常に、いい感じで打てましたね。で、最後の一発はやっぱね、ちょっと意識して雑になっちゃうんですね、やっぱりね。雑っていうかね、やっぱもう、精神的に疲れてきちゃうんですよね。まあ、こんぐらいでいいか、みたいなところで打っちゃって、あーと思ったんですけど、まあ、意外と入ってましたね。まあ、これは今度公式になってまた同じことができるかって言うとね、なんですけど、まあでもブルーザイはですね、93の 4X で終了しました。お願いします。はい、決めしますね。はい、じゃあ、こちらをして。さあ、最終競技はプレートですね。プレート、ここまで、シルエットから始まって33点。で、ブルザイは93点。ですんで、14点失点ということで、満車すれば、186点ですね。これ、近いでしょ、カメラ。一番右端がね、ちょっとね、当たっちゃうんですよ、カメラね。まあ、まず空置いといて、そうですね。ですんで、プレート満車すれば186点でね、グランドマスターの点数と。で、一つミスでマスターの点数というのは、一応認識して打ってましたね。で、今ゲーダン打ってますけど、ちゃんとこれ手入ってますね。今飛びましたね。ちょっとね。まあ、ここのとこね、動画撮ってる時も、そうですし、ちょっとここのとこ、まあ、もっともあんまり打ててないんですけど、もう割とプレートはね、なんだろう、ちょっと自信持って打てるかなっていうところがあって、まあ、これがね、公式戦とか、これちょっとね、肩当たってんですよ、これ、カメラに。でも気になっちゃってね、で、うわぁ、おぉ、で、外しちゃったんですけどね。でもね、結構惜しかったんですよ。まあ、外れは外れですけどね。で、次からね、またしっかり、立ち位置もちょっとね、右端、ちょっと上手いとこ立てなくてね。そういうのもあって外しちゃったんですけどね。ここからはね、順調にいってると思います。プレート、まあね、まあ今度5月7日、これ撮ってる時点の、もうあさってになるのかな。土曜日、今木曜日の、まあ木曜日って言っても、午前、何時、まあ3時30分ですって。早く寝ないとな、これ。に、喋ってんですけど。まあ、順調に当たってますね。で、公式練習会というのが土曜日に行われるんでね、もうあさってですね。
まあこんぐらいで打てればいいんですけどね、これがまあでもなかなかでも多分こんぐらいで試合も打てちゃったらね、俺も飽きちゃうと思うんですよこれ、おそらくこれがね試合になると全然ガタガタになっちゃうのはね意外と続いてる理由なんじゃないかな、続けてる理由なんじゃないかなっていうふうにもね思わないでもないんですよね。おそらくね、もう試合で緊張しないで打てるようになっちゃったら、もう私多分、もう肩当たってるし、選手として出なくなると思いますね、おそらくね。日々はこうやって打ってるかもしれないですけど、まあ試合はもう、なんかジャッジの手伝いでもしますよ、みたいな感じになっちゃうかもしれないんでね。ですんで、また、今度の土曜日、こんな感じでね、また取れたらいいなとは思ってるんですけどね。まあ、またちょっとひどい点数になっちゃうかもしれないですけど、で、なんかもうまとめに入ってますけど、もう事実もうすぐ終わるんです、これね、この動画ね。ということでね、ブルーズアイは 93-4X。あ、シルエットからか。シルエット33点。ブルーズアイは 93-4X。そして、プレートが、はい、これあと2個残してますけども、言っちゃいますね、これね。プレートね、56点でした。ということで、合計ね、181点だったんですよ。で、4X。これ非常に嬉しいですね。とにかく、7日の試合、頑張っていきたいと思います。ということで、ちょっと慌ただしいですけど、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また。喋んなきゃ。あれミスったな俺。ではまた失礼します。